今回で25回目いつ終わるんだポケモン。でも私は自由にやっていくんだよっていうことでね、僕も今日もやっていきたいと思います。で、前回何やったんだっけ前回の収録日から1週間ぐらい経ってるんだよ、私的にはね。なんだっけ、紫の杭を探して結局ね、残り1個は見つからなかったんですよね。で、とりあえずもう進めようって話になったんで、もうね、主行きます、この主ポケモンに。あの、これ左上にとうとう行きますよ。だから今ここにいるんで、マリナちゃんタウンにいるんで、まあ、この場はね、あの、王者の湖に行ってね、ここのね、なんとかドラゴンを、こいつをね、ぶっ倒していきたいと思います。今日はね、もうすんなり進めますよ。なんかもうレベル上げとか進化とかね、どうでもいいんでね、行きますよ。ということで、ポケモンがちょっとね、見直してくるから、ちょっともうね、もうね、ぶっ倒してくるから、うちのお気に入りメンバー入れてくるわ、私の。はい、ということでもうね、レベルは高いやつらに行って、もう一気に、ね、今日片付けようと思うんでね。まあ、レベル上げはね、適当にありますよ。もう取ってないところで多分やるかどうかわかんないけど。ということで行きますね。はい。さあ、来たぞ。この王者の湖っていうのはなんか王者ポケモンがいるかな。王者の湖だけになんかトレーナーがいんな。こいつ倒してねえんだ、多分な。どうせ強いんだな。強チンなんだよ。ちょっと一旦行ってくわ。トシミツ東海オンエアトシミツレベルいくつだ？強ー強ー。まあ、とりあえず行ってくるわ。トリックフラワーでドーングラーちょっと残った影分身はい影分身はい影分身はいうるさじゃあレッツクもう一回あ、やってきたわ。はい。これ何匹持ってんだ相手。やめてくれー。上がるなぁ、経験値。爪を新しく畑落とす。畑落とすって強えの ?65、相手の持ち物を畑落として戦闘が終わるのに使えなくする。物を持つ相手にはダメージが増す。え、どっちがいいんだろうな。よっしゃ、トシミツとの勝負に勝ったわ。さてと、海じゃなくて湖なのかい。そうだよ。一旦麻痺回復するか。OK。じゃあ、これで湖に飛び込んで行っていいのかな？わかんねえ。すげえ、この湖。広大に広がる湖でございます。月が綺麗だな。満月だ。もう月を見てたよね、このままずっと。ずーっと、ずーっと。出た、ペパー。ロト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 。それか、普通か？あ、ペパーだ。この湖のどっかに下流の主がいるらしい。でも誰一人として姿形を見たことねえんだと。一体どんな恐ろしい見た目してんだろうね。姿がわかんねえから探しようがないか。俺が主って自己紹介してくれたらわかりやすいのにな。してくれねえかな。じゃあ鳥、これすげえな。ゴルダックとギャラドス、なんか強そうだよな、普通に敵の。なんだこいつだ。これナミールカの進化系じゃないこいつ。ナミールカ結局レベル40ぐらいまで上げて進化しなかったんだよな。あいつレベル育成進化へいらっしゃって誰だ。へいらっしゃい。でとりあえずゲットしてくるわ。強っにしても。3、2、1、ゲットしたけどめちゃくちゃ重いんだけど、なんでこんな重いんだ謎でござんす。経験値上がる。大ナマズポケモン、シャリ立つ親分のように慕っている。力持ちだが頭あまり良くないらしい。へえ。おバカ、あ、やっぱアバカちゃんになっちゃった。おバカちゃんってしようと思ったアバカちゃんって言った。まあいいや。身軽さの進化系じゃねえんか。ではねえな。にしても重いなぁ。なんでこんな重くなってきたの急に。こいつゲットしたんだっけ、この変な赤いやつ。チャリやつはゲットしてた。逃げよう。さてと、重いですなぁ。めちゃくちゃ重いんですが。まあとりあえず、これどこだ、よくわかんないけど、まあなんか湖の中にいんだよな。ゴルダック。なんかこの辺には新種がいるのか。ちょっとポケモンを。あいつはゲットしたな。あいつなんか別に進化させちゃったな。なんか進化させなくても普通にこういう野生でポケモンがなんか光ってんな、あそこ。あいつ何？あいつは何ポケモンだ？あいつは何ポケマニポケ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 、あ？あ、新種ではないね。新種、ギャラサスいっぱいいんな。うちのギャラサス強えんだよな、多分な。あ、ギャラサス光ってんな。うちのギャラサスと交換するかな。ああ、まあいいや、とりあえず。もしかしてギャラドスなんじゃない、主ポケモンって。ちげえか。てか、どこにいんだ、この辺をゲットしたの。こいつゲットした。こいつ、誰、お前は。まあ、シャリタツの色違いか。あ、シャリタツの色違いだった。色違いポケモンか。いいや、いらない。で、ちょっと、どこにいるの、どこにいるの。多分マップを見りゃすぐなんだろうけど、なんだこいつ。
なんだこいつ、なんだこいつ。今日ゲットするわ。クレベース、てかレベル55って普通にこっちより強いんだわ。オーケー、ゲットした。てかめちゃくちゃ重いんだけど、ここの湖、王者の湖、なんでこんな重いんだよ。なんか覚えるな。威張る、威張んなくていいよ。なんかゲットしたな。クレベース、氷山ポケモン、氷の巨体で邪魔者は全て押し潰す。海に浮かぶ姿は流氷そっくり。カラー。なんで？なんでカラーにしたの？特に何にも考えてねえんだ。で、こいつは誰かの進化系なのかな？重いんだよなクレベース。でもまあ、最終段階ではあるらしいからな。で、どこにいんだってか、重いんだよなここの。一旦ちょっと再起動するか。よし、再起動した。再起動したら、あ、ちょっとか、あ、軽くなったな、多分。で、主ポケモンはどこにいんだわかんねえな。マップを見れば多分すぐなんだけど、私はそんなことはしないんで、勝手にこの辺の湖を散策しますよ。で、なんかいるんかって言うと、ギャラドス多いな、ギャラドス多いな、なんか光ってんの見っけっつったな、その前に。とりあえず光ってる方向に行こう。なんでこんな光ってるやつがいっぱいいんの、これ。で、そこにいるやつは誰？あ、お前はゲットしてるからいいや。いらない。あ、なんだ。黄色のクイが、黄色のクイのがもう全部見っけたけど、これ多分。あ、やべ、ここ見ちゃった。ここだっていうのを見てしまった。黄色のクイ、これ全部これでもう完成だぞ、これ。もう多分8つ、あ、8つ見つけたろ、多分。多分絶対黄色のクイ8つ見つけた気がするんだけど、黄色のクイを見つけた結果、どこに行けばいいのかわかんないんだよな。待って待って。見つけたんだけど、これどうやって行くんだ、これ。え、やっぱ最後の能力かな、ミライドンのな。なんかそんな気がするな。え、いける一旦ほっとこう。一旦とりあえず行こう。なんで、これ、ここはどうやって行くんだ、ここ。ここの、ここは。これジャンプして行けないんだ。だから行けるとこはね、どうやってどうにかして行けんだろうな、これな。あ、ここから行ける？なんか行き方絶対違う気がするんだけど。行き方は絶対違う気がするんだけど、とりあえずこれで行くわ。あ、向こうにもなんかあんだな。いや、気になるよな。向こうも生きてんだけど、主ポケモンどっちにだ。とりあえずこっちの方がでかそうだから、一旦こっち行くか。なんだお前。あ、前ゲットしてるわ。で、この上は？この、え、クイも見っけたけど、これ全部見っけたけど、これでクイ。で、あそこだ、あそこだ。もう黄色全部完成したんだけど、これで、あそこ取れば。え、黒でも慌しいクイで待っている。クイを抜きますか。これで間違いない、これ8個だよ。さっきのところと合わせても。全部抜いたんだけど、結局どこに行けないんだよ。黄色のクイを抜いた結果。まあいいや。とりあえずそれは後でいいや。で、あ、これ何もねえのもしかして。あ、ストライクやる。ストライクとなんか、なんだこいつ。このうんちみたいなのは何？お前誰？あ、さっきのやつの進化前かな。違うか。いやあ、ギリギリ残った。よかった。あー、こっちに行かれるとは、お前やられるし、最低だなぁ。いいところで終わったに、もういいや、カチコールが、カチコールがゲットできそうだったのに。で、どこ行けんだよ。ここにな、でも、クイだけだったのか、結局あんだな。なんかいるか、なんか、なんもいねえな。これ、技マシンだもんな。ドラゴンクローだって。すげえ、楽しいなぁ、ここなぁ。あそこ光ってんのギャラドスか。さっきのところか。もうさっきのやつなんだか、さっきのやつじゃないんだかわかんねえじゃん。え、あっちは？あ、あっちはさっきも見たところか。すげえ、あっち気になんなぁ、あっち行こう。重いんだよな、なんか湖になると。あいつギャラドス？ちなみにこいつはギャラドス？違うな。しかも消えたし、なんで消えんだ？このよくわからない消え原子は何なんだ、この。ここはなんか、あるの？なんもなさそうだな。上陸したはいいけど、なんもなさそうだ、ここは。なんもねえや。命の玉。ああ。向こうか、向こうだな。向こう行くか。でも全然主ポケモンがいるとこじゃないと思うんだけどさ。でも行きたくなるところから先に行かせてもらおう。主ポケモンは後だ。あー、そんなことやってるからすまねえんだよな。で、お前はゲットしてるよな。怪獣って普通にいるの？野生で。マジかよ。もう進化させちゃって。おい、別にお前戦おうとしてないんで、とりあえず戦わせて、ぶっ倒してくるか。うちの怪獣より強えじゃん、おめえ。まあ、普通に倒した
れー、この辺のポケモン。美味しそうなポケモン。ポケモン食うんじゃねえよ。ポケモン食うんじゃねえよ、おめえは。なんでか、その美味しそうなポケモン見たよ。それは主ポケモンってやつなのかな。美味しそうなポケモンっていうのが。リクが勝負を仕掛けてきた。トラは、カイリは、キングダムハーツの話になっちゃう。53でしかも2匹いんのか。強えなぁ。お、痛いな。オッケー。強えぞ、普通にこいつら。ギリギリ勝ったな。ギリギリではないんだけど、別に。なんというか、勝負ありがとう。どういたしまして。回復するか。さてと、この上にはなんかあんのか。この上は大体いけんのか、これ。なんか全然いけなそうだな。全然いけなそうだから、多分最後のミライドンの能力で開花するんじゃないかと勝手に思ってんだけど、違うかな。違うような気もしなくもないけど。じゃあとりあえずここは見終わったから、あと見切ってないのは、もう主ポケモン行くか。でもここ行って向こうから来たんだ。で、あそこの島行ったんだっけ。で、ここ行ったろ。で、こっちはなんもねえんだよな。っていうことはもう、じゃあ主ポケモンのところに行くか、もう。こっちって行ったんだっけ。ここは、あ、落ちた。やべ、落ちた。なんだあいつ。あ、落ちちゃった。じゃあ、普通にもう行くか。主ポケモンのところに。主ポケモンはどっちだ。行くかっつってどこだ。ここで、ここが向こうかな。適当すぎ。でも向こうだろ、どうせ。あ、やっぱ合ってた。こっちだ。で、ちょっとこの辺の周りを一旦、見渡して、何もなし。じゃあ、とりあえず主ポケモンがここに、だ、ここ、こいつだ。俺寿司。おめえだよな、多分。違うの。成り立つ。俺寿司ってどういうこと。とりあえずぶっ倒してくるか、一旦。関係なかった。俺寿司って言ってたやつじゃなかった。あ、寿司。やっぱこれをなんか倒すんかな。成り立つを倒す気がするけど、なんか一旦ぬー寿司なんかいっぱいいるんだけど、こいつら。とりあえずトレーナーとぶっ倒してくるか、その前に。小さな体でこんなとこまでよく来たな。お前たち小さな体じゃねえか。大して身長変わんなくねえか。タクシードライバーの傭兵が勝負を仕掛けてきた。ぶっ潰す。おめえをぶっ潰す。大王道。経験値は入るな、やっぱな。ヒートスタンプってなんだ。燃えるから大事にぶつかって攻撃する。自分が相手より重いほど威力がかかる。よくわからん。小さな体に大きな強さ。で、この辺のポケモンは何なんさ。上まで上がるってこと。上まで戻るってこと。俺寿司。こいつは倒さなきゃいけないから結局。よくわかんねえんだよな。なんかこいつだけちょっとでかくね。気のせいか。ああ、やっぱそうだ。びっくりした。こいつか。ヘイラッシャー、これいけんのかな。効果抜群、一応効果抜群ではあるのか。あ、やっぱテラスタルストップインだったか。まあいいや。どんぐらいいく。あ、でも半分削れたわ。効果抜群だからな。ありがてえな、スネオはな。お前いいな、のしかかり。あ、でもまあ耐えられて、まひってる、まひらないで、しびれないで。どうすか、回復、一旦回復させてか、麻痺直しするか。そうすると、あと2ターン攻撃できないんだよな。ちょっととりあえず皆さん、お待ちください。回復しています、麻痺と。よし、とりあえず回復できたから、もう一回トリックフラワーで。多分いかねえな、多分ギリギリ残るよな、おそらくな。だそうな。あれ、これ一旦逃げるんだよ、俺。あ、逃げるわ。じゃあ追いかけるか。さよなら。元気でな。今スネオがめっちゃ元気だったな。ちょっと回復しよう。で、あいつ追いかけりゃいいんか。あのでっけえやつだな。あいつどこ行くんだ。あいつを追いかけて、追いかけて、追いかけて。あれ、こいつだっけ。こいつか。こいつだっけ。あれ、こいつは普通のポケモンか。普通のポケモンだって。わかんねえんだよな。一旦これ逃げるわ。あれ、どこ行ったんだ。もうマップで見るか、答えを。もう答えを見ちゃおう。あ、ここだ。この島だ。この島だな。この島にどうやって行くんだ。お前ゲットしたんだっけ。
あ、ゲットしねえや。お化け。ふぅ。氷河以降、マイナス100度で冷気作る、氷で体を守る、サビエと出くわすと見解、誰だ、サビエって。セビエか。でもこいつ、あの、進化前だから、まあ、とりあえず進化後はニックネームつけてるからいいや。だよな、そうだよな。あ、ヤドンだ。あ、こっから登れんか。あれだな、ここ刺してる気がするんだけど。いたな。ペパは？怖ーい、こいつ。ペパ！ペパ！ペパ！いでよ、ペパ！あ、なんか入ってた。これ最後か、ペパーの物語。主発見したのか？あいつは義流の主、でっけえ竜。てか、魚ポケモンじゃね？ん？あ、シャリアス、食われちった。リアクションが素晴らしいよな、ペパー。主がでっかい主に食われちまった？食物熱かよ。じゃあ、常落ちんで頑張れ。強そう。欲張り図出すのかよ、お前は。トリックフラーです。まあ、それもトリックフラー。食物連鎖に興味津々、こいつでご馳走さんしてやるぜ。トリックオートリッキー、どこに行く？あ、3回か。いや、4回か ?3 回か ?4 回か3回だな。水の波動。でも相性がいいんです。あ、欲張り図に行ったんだ。混乱してるさあどうする、欲張りず頑張れよ、頑張れよ。お、尻尾振った、尻尾振るとどうなんだっけ。あ、防御は下がったんだ、ありがてえな。じゃあトリックラーであと2回だ、当たればだけど。よし、当たった。じゃあ次で終わりだね、これ。すーやすーやーい。最後の主ポケモンもこいつ強すぎたわ。やっぱりスネは。もうようやくあのね、私たちの本気ポケモンたちを連れてきたと、連れてくることになったからな。よし。じゃあ、さようなら、さようなら、バイバーイ。はい、ありがとうございました。いらっしゃい。いらっしゃい、倒れた。ああ、ラストの主ポケモンが終わるな、これで。ちょっと切ねえな。やったな。でも未来の能力がこれ最後だよね。主も倒したからでしょ。落ち着いて秘伝スパイスを。なんかあんのかな、まだ続きが。ん？なんだい、救われたんじゃなかったのか。あ、いるじゃん。お？俺も主、なんかやる気だぞ。どういうこと？え？今までと違うパターンだ。え？そんなことあんの？じゃれつくがなんか効果抜群だわ。あんま効かねえ。こいつの方が強えの、まさか。さっきのでかいやつより。挑発した。これ挑発されるとどうなんの、これ。挑発に乗ってしまう。挑発に乗るとどうなの？あ、防御下がった、ありがてえな。これ挑発に乗るとどうなの？よくわかんねえんだよな。強ーい。凍える風、凍えないで。あ、効果抜群じゃない、これ、もしかして。ですよねー。なんか、欲張り人に食わなかった、今。素早さも下がってるー。なんか、尻尾を振るばっかして防御ばっか下げてくれるな。やりつく。あ、残念かーい。当たれよー。やばいな。あ、なんかよく耐えた、欲張りす。あ、でも、突進するせいで。お前、やばくない？なんかでももうシャリタツがもう、これ次ラストだ。あ、やべ、一番命中率があるやつにしてよかった。まあいいや、一番当たったからいいや。これで終わりだ。さようなら、シャリタツ、バイバーイ。で？これ主ポケモンな。結局スネオ一匹で行ったな。ギャラスがなんか覚えるな。あ、暴風覚えんだ。強っ。こいつも暴風覚えんだ。何いらない？ 80、60、90、110。噛みつくか一番あれなんか。でも噛みつくタイプが違えんだよな。90、110、80。滝登りが一番いらねえか。よし。さて、主ポケモンがこれラストだな。ふぅ、お疲れちゃんだぜ。もしかしてあいつは2匹セットで義流の主だったのかもな。
いや、ラストだなぁ。終わっちゃうわ。ペーパーのストーリーが。小さいのがこの中から出てきたってことは、ヒデンスパイがあるはずだ。行こうぜ。終わっちゃう。悲しささえ出てくるな。もう投げんだよな。もうポケモン発売してもう3ヶ月以上経ってんのにさ。まだ終わってんだぜ、私。きっとあれだ。赤いなぁ。最後のヒデンスパイス。ヒデンスパイス、カラスパイスを見つけた。何ね、本によると、代謝を上げる循環機能に効き目があって、いっぱいの汗と一緒に体から毒素も出てくるんだって。早速調理開始だ。これでマクティスが回復するんかな、相手が。おばじょうさん、ペパーお兄さんの元気印、ファイナルスパイスタンドだ。ダチの証のバッジを握りしめながら食ってくれよな。あら。まあ、嘘。失礼だ。レジェンドルード終わっちった、これで。もう噛み締めて話を聞こう。あ、出てきた。食わしてあげようか、じゃあ。あんぎゃ、未来のにサンドイッチをあげるか。もうじゃああげるよ、もうしょうがない。もう散々あげない、あげない、あげない選択肢をしてきたからな、ギャンス。さあ、最終進化にしたぞ、こいつが。データ、やっぱ思った通りじゃねえかよ。崖登りが結局覚えられるよ。なんで、今までなんで頑張ってきたんだ、私はよ。ああ、今までの努力を返せ。思った通りだったけどさ。思った通りだったけど、今までの頑張りよな。どんだけ頑張って、じゃ大ジャンプとなんか飛行とかでやってたか、もう。ああ。まあいいや。とりあえずもうこれ崖登りができるようになったからな。これで全能力開花だ。マクティフ、今食べさせてやる。こいつ元気になんかな。最高に元気が出るぞ。やべえ、感動だな、BGM が。うんと頑張ったんだ。また昔みたいにさ、いっぱいいっぱいボール遊びしよう。元気になってくれ。さあ、どうなる。それだけでいいから。優しいんだな、ペパーな。あぎゃー。さあ、何も起きない？なんか起きる？どっち？じらすね。散らすな。え、いつまで、いつまで待たなきゃいけないんですかね。あ、来た。マキティフ。よく頑張ったな。やべえ。これ泣けそうかもしんない。モンスターボールが。バフ！ワフか。え、元気になった？目開いてるし。あ！やべ、ポケモンってこんな感動なの？嘘だ！ワフン。なんでお前らはここでなんか、こいつらを。いやー、熱いなー。ポケモンってすげーな、今のポケモンってのはもう。感動を巻き起こすんだな、ポケモンってのは。ロト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 。フトゥーか。だろうな。ハロー YouTube、 こちらフトゥー。あぎゃー。ミライドは戦いの力以外全て取りました。ライド状態で壁に捕まれば崖登りの方が。おい、崖登りだと思ったんだけどさ、最後の能力。
もしかしてそうじゃないことも可能性もあるとして、今まですげえ頑張ってきたんだけど、崖登りでいけないと思って、いける、本来いけるところが、ほら、壁に向かって B ボタンでジャンプすると崖を登ることができました。崖登り中に L スティックで自由に乗ることができます。もう一度 B ボタンで壁から離れます。ちくしょー。間違いなかった。何様だよ。その声はペーパーそこにいるのか。ずっと連絡取りたかった。君以外に研究所に入れる人間がいなくてな。はぁ、共に小座寺の小道の灯台にある研究所に行ってくれ。あそこにあんだ。君たちが目的についてはまた連絡する。わふー。知ってるかもだけどさ、あいつさ、俺の父ちゃん。あ、やべ、まだ感動の BGM だ。昔から研究で忙しくていつもいなくてさ、声聞いたのなんて数年ぶり。なのにあいつ息子をパシらせる気満々ちゃんか？マジふざけんなだよな。でもお前と未来ではきっと行きたいんだろ？腹の中グツグツだけど仕方ねえからついてってやる。いや、ついてこなくていいよ別に。研究所は小さじ横道の灯台、お前と初めて会ったとこだ。俺の気が変わらないうちにさっさと行くぞ。バウー、行くぞって言っても多分この後ね、ジムとかこいつやるからね、多分だいぶさ、後回しなんだこれ多分。結局本当にあんたなのか。やべえ、崖登りできるようになったってみんな。今まで私が頑張ってた努力は何だったんだ。じゃあとりあえずあの黄色の杭抜くかってか、黄色の杭これでもさ8つなんだよ。もう絶対あれで8つなんだよ。もう8つあれさ、抜いた結果どこ行けばいいのかわかんねえ。紫の杭は結局分かってんだけど、どこ行けばいいのかが。黄色の杭はどこ行けばいいのか分かってねえんだよ。どこにあんねん、黄色の杭を行った先にあったか。どこだったっけ、黄色の杭。ちょっと探すか。あった、黄色の杭だ。これが崖登りができるってなったってことだろ。ちょっと待って、行くぞ。これで B ボタンで、なんか崖に登って B ボタンをジャンプするみたいなこと言ってたな。どうなんだ、よく分かんねえ。あ、行った。はい、皆さん、これ、多分黄色ラストです、これ。黄色ラストの杭です、これ。これ見つけた結果どこないけんねこれ。はい。やべ、これ見つけた結果これさ、黄色の杭を抜いた結果、黄色の杭はどこだったかわかんないんだけど、黄色のあのマークを見たことないんだけど。これ8つ全部抜いたんだけど、これで。8つ全部抜いたんだけどさ、黄色の杭ってどう黄色の杭はどこよ。これ多分8つ全部抜いてんだよ、もう。だから多分紫の杭みたいにあのあれが溶けてんだよな。だからもう黄色の杭、ここが黄色の杭の場所だったのかどうかっていうところは多分結果としてわかんねえんだよな。ちょ、何言ってるかわかるみんな。多分私今言ってて何言ってるか多分わかってねえんだろうなって、多分説明が下手くそだっていう思ったんだけど、まあいいや、とりあえず崖登りができるようになったっていうか、結局黄色の杭の結果どこ行くんだよ。これ黄色の杭の結果どこ行けばいいのね、みんな。え、こっち？あ、もしかしてここら辺に黄色の杭の結果行き先があったりする？ちょっとここだけ行かして。ちょっとそれ言って終わる今日。おい、どうも登れんかな。お、登れる、すげえ崖登れる。登ってんなこいつで。黄色の杭の結果どこ行くの？わからん。なんか雪山これ登れるぜ、これ。これで。黄色の杭はどこにや。黄色の杭の結果は、ね。前回紫の杭を全部抜いてやるぜって言ったんだけどさ、黄色の杭の方が早く終わっちったよな。なあ。黄色の杭は、もういいや。今回これで終わり。はい、ということで次回ね、ここら辺行きます。ここちょっとね、多分ここにあるのかな、わかんないけど、まあ、とりあえず次回ここら辺を見て、で、ここのね、こっち行こうか。この辺の氷の とうとうなっぺ山に行くからね。はい、ということで、ここまでご視聴していただきありがとうございました。またね、本当にもうポケモンが終わりに近づいてきてんの終わりに近づいてきてんのかどうか知らねえんだけどさ、まあ、レジェンドルートは全部終わったので、あと2個ずつだね。ってことは最低でもあと4回は多分やる気がするけど。でもその後に多分視点の挑戦もあるから、多分あと5回は絶対やるな。投げ！ポケモンいつなんだ？はい、ということでこれでね、終わりたいと思います。またよかったら見てください。バイバーイ。